リリチオちゃん来て。はあ、監督。なんでちゃん付けなの？はい。今からボートレースをしようと思います。ここでやんのか。あー、なんかあるわ。あ、これに乗って、こう、レースすんのか。あんな感じね。あんな感じね。多分、島の人たちが主催なのかな。ボートレース対決。優勝者、賞金ダイヤ20個。結構勝負に出たね。ボートレースだから、多分、メンバーもかけれるってことか。はい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 。なんか、オッズとかあるよね。なんかね。選手紹介。あ、参加する選手がもう決まってんのか。じゃあ、わかった。俺、テレポするわ、そいつを。監督、よろしく。あ、監督が言うんだね。じゃあ、監督、じゃあ、選手紹介してください。よろしくお願いします。スマホぶっ壊してる、監督。こいつ、スマホぶん投げて、ゲームかなんかでイラついて、スマホぶん投げて壊したって。しかも、一回壊した後、修理したんだよ。治った3日後か4日後にまた壊してんだよ、こいつ。また多分怒って、バーン叩きつけてんだよ、こいつ。そうそうそう。何回も聞いた。何回でも言うんだよ。何回でも言うんだよ。この動画で初めて監督のこと知ってくれてる人もいるかもしれないだろ。一人目、千鶴さん。千鶴、はい。え、千鶴できるのか？他の選手のためになんか譲りそう、なんか。はい、こんにちはーって。千鶴ね、叩かれた。二人目、パンダリズム。はい、パンダリズム。はい、名前変えたのか？改名したのか、お前。パンダリズムだって。みんな、バンダをよろしくねって。いや、間違ってるぞ、お前。パンダリズムだろ？お前、名前。監督がパンダリズムって言ってるぞ。お前、改名しとけよ、ちゃんと。え？って。いやいや、チャット見ろ、お前、ちゃんと。三人目、ダイヤ製造。カイトだね。なんかさ、もうダイヤ製造で分かっちゃうんだよね。もう拭えねえだろうな。なあ、そんな可愛いスキンにしたって変わらんぞ、お前。スキン変えてもお前、無駄だぞ。ほら、もうなんか。もうどうしようもねえんだろうな、あいつは。もう。4人目、リリチョ、え、俺俺ワイスか。あ、リリチョ参戦します。え、俺負けないよ、ほんと。ほんと知らないからね。全然やらせとかなしで僕勝っちゃうよ。ほんとに、いいの？動画的に面白くなくなっちゃうかもしんないよ。圧倒的に勝ちすぎて。そうかそうか。まあいいでしょう。まあいいでしょう。まあ呼ばれした以上やるしかないわ。まあ任してくださいなら。動画投稿頑張ります。かけ中、バイおじちゃん。ネズミクラフトだっけ？だからなんか、ネズミランドを作るとか言って、なんかネズミクラフト始めたみたいなんで、見てよ。頑張るらしいよ。で、コース見てみるか、軽く。あ、ここから見れるのか。ちょっと軽くコース見てみようぜ。せっかくなんで。どんな感じなのか見たいでしょ、みんなも。最初はまあここでまあぶつかるんだろうな。まあ、最初にだからこの岩のラインをですね、こうできるだけ近いところでこうギューンって曲がっていく感じ。できるだけ直線で行きたいところではあるね。こう進んで、わ、ここね、ちょっと意外に難しいんだよ。ボート操作って意外に難しいんだよね。ここ通るの難しいかもしれない。な、ここは何なんだ？このエリアは。これ登るのか、これ。浅桑がいるね。登るってこと？あー、そんな感じ。普通に進めるのか、ボートで。進んでいくんだね。曲がって、で、まあ普通に進むだけか。まあ、コース的にはシンプルだな。めちゃくちゃシンプルなコースにはなってる。全財産かけて、倍やで。はははは。あいつ誰にかけたんだろうな。おじさん誰にかけるんだ、お前。ネズミおじさん。もちろん、地元のカイトやで。同じ島出身のカイトを応援してんのか。でもこいつ負けそうな顔してるぞ。すっごいなんかほら、もう行動がバカそうだもん、なんか。まあ、早速やってみるか、じゃあ。まあ、やってみないことには始まらないんで、やってみましょう、じゃあ、早速。1について、よーい。ドゥーン、来た来た。よし、行きますぜ。お、これ、順調な滑り出しなんじゃないのこれ。あ、カイト、やばい。カイト早くね、おい。あいつドーピングしてんだろ、絶対。おい、カイトドーピングしてねえか、これ。大丈夫か。よしよし、来た来た。あれ、これ出ていくのこれ。こっちか。よし。さあ、今んとこ2位だね。一応、張り付いてはいる。あ、ここ何なんだ、ここ。いけた。よし。やばい。なんか、カイトの一人勝ちみたいな感じになってねえか。は？カイト早くね、あいつ。一応2位だぞ、Y が。ゴール、はぁ？はぁ？カイトが1位ですか？はい、ゴール。製造だけじゃなくてチートもか。リリチョ2位。バンダリズム3位の、千鶴4位。なんでカイトお前そんな早いの？お前すげえな。あれ？リリチョ勝っちゃったよ。え？早すぎない？カイト早すぎない？すごいな。じゃあカイトがさ、ダイヤ20個もらうの？島が主催したやつで、島の人がもらうの？ダイヤ。
気読まねえなこいつマジで。こいつガチで空気読まねえよな回答。おっとここでなんだ臨時情報が、えカイト選手の、あボートに違法改造。お前これ工作してんだろお前これなら、お前なんや勝ったやん翔太臨時でもう1レースしたいと思います。お来たねこれ、俺たちもまた優勝できる可能性あるぞこれ選手はカイトに代わって、おいカイト外されたじゃねえかお前。翔太が出ます。あら おじさん出るの、かけてるおじさん出るのお前出れるのかお前。どうすかお気持ち的には、いけそうっすか。勝つやろってお前自信あるなお前あそうなのか、おじちゃんね。あのネズミ頭は数々の大会で優勝して突然消えてしまったと言われているあの翔太なのか。え君そんなにすごい人だったんだ知らなかったな。よしじゃあおじちゃんに勝とうぜ。ちょっとおじちゃんに書いてもちゃんと後ろに乗ってるわ。あれあれドンって言った、あ言ったの、え言った、あれ俺全然チャット見えてなかったぞ今。え嘘まあ いや、こっから勝てばいいしな。まだまだだ、お前らまだだぞ、戻ってこいこら。俺間違ってねえじゃねえかお前。びっくりした、なんか、あの、ショボンとかのバグでさ、あのチャットが見えないみたいなバグがあるんだよ。よかったよかったよかった。あ、なんかびっくりした。ちょっと待って、俺がやらかしたかと思ったじゃねえかお前。ドゥーン、来た。さあ、始まりました、2レース目。これ、俺1位なんじゃない、あおじちゃん、おじちゃん強えぞ。ちょっと待って。あのカイトに比べたらって感じ、これは勝てる。おじちゃん、あおじちゃん早くね待っておじちゃんが早い。おあれ船は、船が消えた、船が挟まってる。ちょっと待って、おいどうなってんだおい、これでいいや。待てまずい、待って、引っかかってる。あ、なんか、船が上登ってる。ちょ。ゴール？は？誰だ、ゴールしたの？え？誰がゴールしたんだ？おじちゃん。ブランクがあってもあの走り、さすがだ。俺、ゴールされできなかったぞ。あ、俺4位確定か。俺4位確定じゃん。さすが元世界1位だな。いや、マジですげえな、こいつ。やば。だってさ、あれだよ。元本土政府庁でしょ、本土政府でトップやってました。その後島に移住して海賊になりました。で実はその海賊がボートレースで元世界1位でしたっていうなんだよこいつマジでおいこいつ何者なんだよこいつ当たり前やなあ去っていったおじちゃんやはりもう一度世界に羽ばたくべきですなんかやんのまた、ちょっと楽しみだね。ちょっと翔太 あいつアスリートっぽいぞ、アスリート気質だね。ちょっとあいつに密着したいねちょっとあいつの密着するか今度、あいつあの島の翔太さん、あのあ持ってるわちゃんと、多分監督が地道に集めたんだろうなじゃあの授与式だねお願いします。じゃあパーンパーンパーパーンパーンパパパパパンパンパン、おめでとうございます。パパパパパン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 、何してんだお前。じゃあこのダイヤモンドで何がしたいですかおじちゃん、このダイヤモンドで何がしたい、何をしていきたいですか。選手の育成費なんか選手村みたいなの作ったのかお前、なんかアスリート集めんのか、リリクラのアスリートを集めてなんかやってんのか、鍛え上げてんのかえお前そういう職業だったのアスリート育成所みたいなのいるらしいぞなんかすごいな。じゃあ頑張ってください。じゃあまた紹介してください、あのアスリートたちが揃ったらまた紹介してください、僕を呼んでくださいお願いします。じゃあ以上でボートレース閉店かな、閉店っていうか終了かないや、いいの作るな監督お前